はい、お疲れ様です。今回なんですけど、僕が、旅で使っている、バイクのご紹介をしたいと思います。僕が、日本一周や Uber Eats で使っているバイクは、こちらの、ホンダのスーパーカブ50プロという、あの郵便局の人が乗ってるバイクと同じものですね。 50cc の原付バイクです。はい、それではね、このバイクの、僕がカスタマイズしているところとかをいろいろとご紹介していきたいと思います。はい、まずはカゴですね。カゴは、こんな感じでもともとついてたカゴの横に、これあの 100円ショップで買ったちっちゃいカゴを、まあ、こういうので固定して、これを3つつけてますね。で、ここにはあの旅中にちょっとコンビニで買った お弁当とかパンとかを入れたりとか、まあ、とりあえず入れる何かを入れておくのに使ったりしています。はい、運転席に座るとまあこんな感じですね。で、ここにあのスマホホルダーがあって、スマートフォンを固定してて、で、今だいたいこれ57,800キロってなってるんですけど、僕これヤフオクで大体8万円ぐらいで購入したんですよ。その時が大体4万7000キロくらいだったので、大体旅を始めてから1万キロぐらい走ったことになります。で、ここには秋田県のナマハゲ館で手に入れたナマハゲの藁が巻いてあります。ナマハゲの藁はね、厄除けになるそうなので、まあ、ずっとこれをつけて、まあ、幸いにも事故にも遭わずにここまで来れてるという感じです。はい、で、こちらが、まあ、俗に言うホームセン箱ですね。これは、60リットルのものを、ホームセンターで購入しています。で、固定なんですけど、ちょっと見づらいんですけど、こんな感じで自分で板を買って、で、ボルトとかを買って穴を開けてつけましたね。よいしょ。反対側もこんな感じでがっつり固定されてます、ね、こんな感じですね。で、この一番後ろについてるのが、Uber Eats のカバンで、まあ、通称ウバックって呼ばれてるものですね。僕はあの旅中に使ってもいるので、このロゴをガムテープで貼って見えなくしてますね。で、これは100円ショップで買ったこういう固定用の紐で固定してている感じですね。まあ、中はこんな感じで、ここにまあ日本一周の看板があったりとかして、まあ、配達中はこれでまあこんな敷居をしたりとかしてるんですけど、まあ、普段はこの箱の中には着替えとか、あとはなんだろう、まあ、生活用品が入ってたりしていますね。はい、で、こちらのホームセン箱の中なんですけど、まあ、こんな感じでいろいろと入っていて、まあ、これがテントで、あと奥に寝袋が入ってます。で、これはキャンプ用のガスバーナーとかが入ってたりとか、ね、こんな感じ、食器ですね。これはフライパンとか鍋とかが入ってます。で、ここにカメラの部品とか、あと充電器とか、あとはガソリンや蛍光管とかパンク修理部品が入っていますね。まあ、こんな感じで、この箱の中はキャンプとか外で使うものを中心に入れてて、こっちのウーバーバッグの方に着替えとか生活用品を入れてるっていう感じになります。で、こちらのホームセン箱は、こんな感じで左右に鍵をかけれるようになってますので、
普段はこうやって固定をして開かないようにしているという感じです。まあエンジンをつけるときはね、この鍵をここに挿してこうやってこれで走るっていう感じです。はい、いかがだったでしょうか。今回は僕が日本一周と、Uber Eats で使っている、相棒のバイクのご紹介でした。で、よく日本一周で、50cc の原付ってどうなんですかって、大変じゃないですかって結構聞かれるんですけど、めちゃめちゃ大変ですね。やっぱりそもそも原付って速度が30キロしか出ないんですよ。だから高速道路も走れないし、細い道なんかはトラックに煽られてすごい怖い思いもしますね。雨に濡れたらびしょびしょになるし、坂とかはすごいヒーヒーながら登るので、正直車とかの普通のバイクの方が、まあ楽って言い方はあれですけど、まあ大変じゃないかなとは思うんですね。ただ速度が遅い分、立ち止まっていろんな景色を見たりとか、例えばそのコンクリートの間に生えている花に目が行ったりとか、朝のちょっと太陽が上がってくる柔らかい光を感じられたりとか、その旅をしている場所の空気っていうのをすごい身近に感じることができるんですね、この速度が出ない分。だからすごい旅してる感がめちゃめちゃ感じながら移動ができるので、まあ、個人的に 50cc のバイク僕大好きなので、まあ、もしこれを見てて旅とかしてみようかなって思ってる方は、50cc のカブをちょっと検討してみたらいかがでしょうか。今日の動画を終わりたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。それではじゃあねー。